入江長八入江長八明治22年10月8日は、江戸時代末期から明治時代にかけて活躍した、名工、工芸家、生戸壁、古帝といった漆喰細工を得意とした、文化十二年、伊豆国松崎村明地に貧しい農家の長男として生まれた、六歳で、菩提寺の清漢寺塾に学ぶ、十一歳の時道村の左官同僚、関西助のもとに弟子入りする。 その当時から手先の器用さで知られた。天保四年二十歳の時江戸へ出て御用絵師である谷文長の皇帝仮の葉の木と武士清から絵を学ぶ一方、彫刻も学んだ。絵画や彫刻技法を漆喰細工に応用し、従来は建物の外観を装飾する目的で漆喰壁にこてる模様を描いていたものを絵の具で彩色して室内鑑賞用の芸術品に昇華させた。 26歳で、江戸日本橋茅場町にあった、薬師堂の五灰柱の左右に、上り竜と下り竜を作り上げて、名校、伊豆の長八として、名を馳せた。高下2年31歳の時に、弟子二人を連れて、生まれ故郷の清漢字の再建に関わり、古亭を作成している。天井に描いた、八方睨みの竜は、傑作とされる。入江は、江戸に戻り、 東京都台東区の戦争時間論道、目黒区の有天寺などを含む多くの場所で傑作を作り上げたと言われている。明治10年に第一回内国官僚博覧会に出品。晩年、明治13年にも65歳で故郷を訪れ、岩品町役場や岩品学校などで制作作業を行っている。明治十二年十月八日、深川八名川町の自宅にて十四歳で、 亡くなる。墓は、故郷の清漢寺と浅草制定時の2カ所に設けられている。山光草をモデルにした、漫画活毛吉春の作品、長八の宿によって知名度が上がった。鑑賞に拡大鏡が必要であるほど緻密な細工を凝らした作品が多い。入江の生活拠点が江戸であったため作品は、東京地区に集中しており、大半が震災や戦災で消失してしまっている。 現存する約45点は、東京都港区高輪の千学寺、品川区東品川の寄木神社、足立区の橋戸稲荷、千葉県の成田山新勝寺、静岡県沼津市戸田の松城や住宅などに残っている。故郷の静岡県松崎町には、前述の清漢寺の長八記念館に約20点と1986年に開館した。 伊豆の長八美術館に約50点が展示されている。また重要文化財の岩品学校や春城院、三島市の竜沢寺など故郷周辺に点在している。ありがとうございます。